こんにちは。かな在住の山達です。速報、共和党全国委員会新委員長就任、独裁者のようだった一般教書演説解説ということで話をしていきたいと思います。はいえ、今日大きく分けて2つの話題取り上げていきたいと思います。まず1つ目が共和党に関してですえ。今日3月8日、事前発表の通り、ロナ・マクダニエルが共和党全国委員会委員長正式に辞任しました。 で、この人誰なんだとか、なんで辞任したのかっていう話、よくわかんない人はちょっともう重複になりますから、過去の動画をご覧ください。2週間ぐらい前の動画です。はい。で、えー、っと、この委員長が変わるっていうことは、共和党のその選挙資金集めであるとか、選挙資金の配分、まあ、選挙戦略っていうものが、ガラッと変わることになるんですね。 で、次じゃあ委員長を誰が引っ張っていくのかって言ったら、もうこの辞任発表と同時にすぐ選出されまして、新委員長に選ばれたのがノースカロライナ州共和党委員会委員長のマイケル・ワトリーで、その後共同委員長にはララ・トランプさんが選出されました。 どちらももともとね、トランプ大統領が推薦するっていう風に言っていた人物が、まあ、そのまんま選ばれた形ですね。はい。で、特にあの、ララトランプさんってね、あの、名前の通りでトランプファミリーの一人で、あの、トランプ大統領の息子さんのエリックさんの、えっ、ー、と、奥さんですね。はい。で、このワトリーさんもそのトランプ大統領に近しい人物ということで、はい。まあ、これで共和党がね、変わっていくかもしれないと。えー、共和党内の予備選挙が日記ヘイリー撤退によって事実上終了したわけなんですが、まあ、これから本選に向けた、あの、動きが始まる中、組織 改革っていうのも急ピッチで進むことになります。はい。で、まあとは今回のこの件っていうのはある意味諸刃の剣でもあるんですよね？ ではトランプ派で今共和党を生み尽くそうとしてるわけなんですが、これでね、今年の選挙を勝つことできなかったら、もうトランプ派っていうのは、もうやっぱりお前らダメだって言って一層されかねないので、はい、あの、ちょっとそこは怖いところがある。ただ一方で勝つことできれば、もう共和党内でもう、うん、ね、な、ギャフンっていう状態になっちゃいますから、はい、内部改革っていうのは急速に進められて、その結果ね、あのー、今年の選挙っていうのは、もしかしたら共和党が大きく生まれる変わる起点になるかもしれませんので、そう考えると、 単なる4年に一度の選挙じゃなくて、これから数年、数十年を大きく左右するような、とても重要な選挙になるんじゃないのかなって見てて思います。はい。まあ、ひとまず、あの、こういうようなことがありましたっていうことで、じゃあ具体的にどういう戦略の変化があるのかっていうのは、今日いろいろ発表があったようなので、それはまた別の機会で動画にしたいと思います。はい。 ということで、一本目の話は以上で、もう一個が一般教書演説に関してですね。えっ、ー、と、昨日3月7日、年に一度だけ大統領が議会に招待されて演説をする一般教書演説が行われたんですね。で、あの、立法府というね、あの、連邦議会に行政府のトップ、大統領、さらには司法府のトップ、連邦最高裁の長官が一同に会するっていうね、まあ、唯一の日ということで、特別な日なんですね。 で、この演説の内容っていうのは、まあ日本メディアもね、日本語でいろいろ報じているんですが、まあバイデンやっぱりもうめちゃくちゃのこといろいろやってたんですね。まあそのあたりのことをあんま触れられてないようなところを、また今回は動画で皆さんに紹介していこうと思います。はい。でもスタートからね、もう、 バイデンというか、今の民主党らしさが全開だったんですね。あの三権分立の観点から、この連邦議会に来てるわけなので、下院議長の指示に従うっていうのが通例になるんですよ。なんですが、バイデン議会に入ってきました。で、マイク・ジョンソン下院議長が、えこちら大統領です。では演説よろしくお願いしますっていう風に言ったら、演説始めるっていうのが、通常というか普通なんですが、 あの、バイデンも、ジョンソン会院議長のことを無視して勝手に喋り始めたんですね。まあ、完全に多分手順を忘れてただけだと思うんですが、ただこれね、その、あ、あなた何回目の演説ですかと。これ,これでもう4年、4年間連続でその4回目じゃないですかと。で、なんなら、あんた副大統領として後ろのここで8年間座ってただろうと。何も覚えてねえのかと。で、さらに言うと、あなた下院員、上院議員として何十年とそこにいたでしょと。 忘れちゃうのっていうね。はい。まあなんで相当深刻なあの能力の限界が来てるのかなっていうふうに思うんですが、はい。 ま、ひとまずそういうハプニングがあったところも見て思ったのが、まあ、独裁化が進んでるバイデン民主党を表している出来事かなって思いました。はい。で、あとはですね、あの、演説自体はもう選挙演説みたいな感じだったんですね。もちろん、あの、大統領選挙イヤーの、えー、っと、一般教書演説っていうのは、どちらかというと、その選挙を意識した発言が増えるのは当然なんですよ。ただ CNN も言ってたのが、いくらなんでも選挙演説になりすぎだろうみたいなね、そういう突っ込みが出るレベルで、もう選挙演説化してたんですね。 しかも内容っていうのも、もう嘘と極解で溢れてるっていうもうめちゃくちゃなものですし、で、さらにはですね、連邦最高裁判事目の前で公然と批判するっていう悲惨なものだったんですね。もうまさに独裁者みたいな感じだったんですが、はい。じゃあまあどういうことかっていうのを順を追って説明していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まずはその下院議長のことすら忘れて勝手に喋り始めたその冒頭なんですが、えっ、ー、と、自由と民主主義の危機っていうような、もうほんとどの口が言ってんだっていう言葉で始まってるんですね。えー、今夜の目的は、 連邦議員の目を覚まし、アメリカ国民に普通の時ではないことを警告することであると。国内、国外で自由と民主主義が脅威にさらされている。国内、国外で同時に自由と民主主義が脅威にさらされている珍しい時であるというふうに言っていまして、はい。まあ、出ましたよ。民主党お得意の何言ってんのかよくわかんないふわふわした言葉っていう話ですよね。えー、っと、で、そもそも自由がどうのこうのって本当何を言ってんだと。 あんた、就任直後に接種義務付けだつってね、あの、打ってない奴ら被告民扱いしたじゃないかと。で、さらには民主主義がどうのこうの言ってますが、世界へ目を向けてみると、アフガン敗走で2021年はくっちゃくちゃにして、で、2022年はウクライナとね、ロシアの間でくっちゃくちゃな戦争が起きて、で、2023年はイスラエルとハマスの間で起きて、で、2024年入ってからもうイランとね、ドンパチやろうとしてんじゃないかみたいな感じになってるっていうことで、 何を言ってんだっていう話なんですよね。はい。で、普通はそう考えると思うんですが、ただ、あの、残念ながらね、もう何も考えずに言葉だけ聞いてる人からすると、あ、本当だ、今民主主義の危機や、これは危ない、トランプが、プーチンが、みたいな感じになってくる人がいっぱいいるんですよね。はい。えー、まあ、なのでね、あの、どうしてもそういう層には、 なんでしょうなんか、まあ、痛みを知ってもらわないとどうにもならないと思うんですが、はい、まあ、そういうのを書き立てるような冒頭から始まってました。で、その上で、あの、NATO に関する話が出てきたんですが、今回、バイデン67分間の演説の中で、私の前任者って言葉13回使ってるんですね。まあ、なんで、えー、っと、5分に1回ぐらいのペースでしょうかね。えー、私の前任者。まあ、これ、あの、トランプ大統領のことを指してるんですが、 あの、ただトランプ大統領の名前は一切出さなかったんですね。まあ、あの、これもちろん台本に基づいて喋ってるわけなので、その台本作った人がトランプっていう名前を出すことに関して、まあ、恐怖があったのかねその選挙活動、トランプ大統領の選挙活動のね、追い風になりかねないから、多分出せなかったりとかしてるのかなっていうふうに思ったんですが、はい。まあ、そんな感じで、あの、私の前任者っていう言葉は連呼していく中で、あの、トランプ大統領の NATO に関する発言出してたんですね。 まあ、見事に曲解していました。これあの、日本のメディアも大騒ぎになってましたが、詳しいことはね、この過去の動画を見てほしいと思うんですが、これ何かって言ったら、なんか、えー、そのトランプが、プーチンに好きにやれと言ったと。 で、これは彼の言葉をそのまま引用しただけだっていうふうに演説の中で言ってたんですね。その、NATO の加盟国に対して、ロシアが好き放題やってもいいんじゃないかみたいな話をしたっていうことで、あの、これ確かに2月10日のサウスカロライナ州ラリーでのトランプ発言なんですよね。ただその時にトランプ大統領が言ったのが、とある大国、まあ多分ドイツのことだと思うんですが、ドイツが、その NATO の分担金がなんだかんだとかそういうものを、あの、払ってないかった場合、 あなたは、この、払ってない国を、ちゃんと守ってくれ、ロシアからの攻撃から守ってくれますかって言われたっていう風に、一応なんか、ラリーでて言ってたんですよね。で、トランプさんはそれに対して、なんだお前払うべきもの払ってないのかと、それはダメだと。それは、そんなことを言うんだったら、そんな権利を主張するんだったら、俺はむしろプーチンに対して、あの、もうこの NATO で金払ってないところに関しては、好き放題やっていいぞって言ってやるぞみたいなことを、その、とある大国に言ったんですよ。 別にその、プーチンと会談をした時に、あそこちゃんと払ってねえからもう好き放題やっていいぜって言ったわけじゃないんですよね。ただ、さもそういう風に言ったかのような発言をしているわけで、しかもそれが全然ファクトチェックされないっていう、本当めちゃくちゃな状況なんですが、はい。 ま、ひとまずそんな感じの言葉が出てきてました。はい。あのね、こういうな発言は間違いないけれども、意図ねじ曲げているものっていうのは、あの、典型的な丸インフォメーションっていうね、やり口になってくるんですが、はい。まあ、それがね、あの、多分に含まれているやり方。しかもこれがね、その、ちゃんとした台本に基づいてやってるわけですから、やっぱその台本作ってる連中って、タち悪いっすよね。はい。えー、ていうような話がまずありました。であとは中絶に関する話も、これは絶対出てくるよねって思ってましたが、はい。えっ、ー、と、これに関しては、その、連邦最高裁が2022年 6月に過去の判決覆したじゃないですかあれをやったなんかもう先般のごとくその判事たちに対してバイデンがですねあのまぁ、あね、いろいろ言い間違いをしながら女性は 選挙や政治の力まあ、道具ではないんだぞみたいな発言をしてて、でもこれもどの口が言ってんだって話ですよね。判事たちからしても、いやいや、あの、それを武器にして選挙やってんのどちらさんですかっていう話なんですが、はい。まあ、そんな感じでその連邦最高裁判事に対してその威嚇というか脅迫みたいなことをするっていう、これもまたもう独裁者そのものだよねみたいなことが議会でやられていたんですね。 で、えー、っと、さらにですね、あの、この連邦最高裁判事9人いるはずなんですが、今回ね、6人しか出席してません。あの、トーマス判事、アリート判事、バレット判事っていう、その保守系判事3人は、あの、欠席してたんですね。多分、バイデンからうっとうしいこと言われて、腹立つだろうからってことで、言ってないんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、はい、正解だったと思います。 で、この中絶問題の中で、バイデンがですね、テキサス州在住のケイト・コックスっていう人の、ええー、その、なんか物語を紹介してたんですね。その中絶のために、州外に行かないといけなかった、テキサス州のその州法のせいで、えー、そういう手術が受けられないから、えー、他の州に行かなければならなかったんだっていう話を取り上げて、彼女の命が危険にさらされていたと。これはもう共和党マガたちが、そういう女性の権利を奪ったことによって、彼女の命が危険にさらされてたんだって言ってるんですが、これも嘘なんですね。 あの、実際は何かって言ったら、このお腹の中にいる赤ちゃんを調べてみたら、あの、18トリソミーって読めばいいのかなあの、染色体異常症っていうので、そういう知的障害とかを持って生まれる可能性があるっていう診断が出てたんですね。まあ、それを受けてこの人は、だったらいいや、みたいな感じで、中絶をしたくなったということで、えー、中絶しただけであって、別に彼女の命が危険にさらされていたわけではないんですね。はい。っていう、まあ、これもまた、その嘘であり、極解ですよね。っていうようなことをやって、はい。ね、あとはですね、さらに今回追加で出てきた、 のが、あの、の権利ですね。これはあのここっちゃか分かかないい方もいるかもるしれません。あの,この後、3月の13日以降ですね、春休み期間中をね、ちょっと9日間いただくんですが、その期間中の動画で、そのバイデン政権が今年の選挙で武器として使うものの一つっていうことで、ちょっと紹介したいと思いますので、何のこっちゃかよくわかんない人は、あの、よかったらその動画を楽しみにしておいてください。 という、あの、中絶の話であるとか、と、経済に関してですね、え、1500万の雇用を生んだっていうこともね、なんかすごく、すすごく自慢げに言っていて、あの、バイデノミックスは成功だって言ってるんですが、まあ、まずもちろん、コロナ禍後の回復期のことを、もちろん、あの、あったよねっていう話だけではなくて、あとこれ数字で見てみると、ほとんどがね、移民で埋め尽くされてるんですよ。まあ、多分不法移民。え、実際これがその数字なんですが、 えっと、この、緑色と赤色の線あるの分かります緑が、えっ、ー、と、外国生まれ。まあ、つまり移民か不法移民を表していて、赤が、えー、アメリカ生まれの人、アメリカ人を表してるんですが、バイデン政権発足はここです。ここからも急激に、えっ、ー、と、乖離が起きてるの分かります で、これが結局、ほとんどの仕事が、その移民側に流れていっちゃってるっていう、そういう現状なんですね。で、しかも、さらにその中を深掘りしてみると、フルタイム、いわゆる正規雇用の数って前年同月比で減ってます。一方で、パートタイムが増加とていうか急増してるんですね。まあ、なので、ほとんどの場合は、その、 えっと、パートタイムを追加でやる。つまり、えっと、副業をやっているか、または、あのー、まあ、奥さんとかに、えっと、その、なんていうか、パートで出て行ってもらうみたいな、そういうことが増えている。つまり、国民がすごく生活に困窮しているのを表しているんじゃないか。 で、あとは、そもそもそのフルタイムとかの話をすると、え、だいぶ、えー、移民にえ職持ってかれてますけど大丈夫ですかみたいなことが実は数字として出てきてるので、1500万の雇用を生んだって言われても、あの、いや、その中身全然国民に還元されてないじゃんっていうね、そういうものにもなってるんですね。はい。で、あとこの不法移民問題ですが、これは本当もうね、 一番ひどかったですね、ほんとね。えー、っと、演説中にですね、あの、共和党のマジョリー・テイラー・グリーンさんっていうね、あの、強烈な議員さんいるじゃないですか。彼女が、バイデンに対して、おいこら、彼女の名前呼べーって叫んだんですよ。これ別に不倫相手とかそういう意味の彼女じゃなくて、その、とある女性の名前を呼べーって言われたんですね。で、それがですね、ジョージア州の看護学生のレイクン・ライリーさんっていう人、この人のことを指してるんですよ。 で、これ言われてバイデンが、この手元にそのバッチを手に取って、このライリーさん名前呼んだりとかしてたんですが、あの、簡単にね、このライリーさんは結局何なのかって話なんですが、えっ、ー、と、2024年2月22日にジョージア州の大学近辺で、このライリーさんの遺体が発見されたんですね。その日の朝だったかな、あの、ランニングに出かけて、行方不明になってたんですが、あの、ま、そういうことになってしまっていたと。 で、えっと、これ、犯人がですね、ベネズエラ人の不法移民の、ホセ・アントニオ・イバラっていうね、こいつに殺害されていたんですね。で、えっと、この、ホセ・ナンチャラ・カンチャラは、2022年、ま、いバイデン政権が発足して1年経過した後、9月8日にテキサス州のエルパソっていうところに、奥さんとあと子供とともに不法入国していました。まあ、つまり家族で不法入国してきたんですね。で、その1週間後の9月15日にはニューヨークシティに送り出されて、 で、そこでしばらく生活とかしていたんですが、えっ、ー、と、2023年11月に奥さんと別居。で、えー、ジョージア州に兄弟が住んでいたっていうことでそこに引っ越して、で、この事件を起こしたんですが、 今回これ逮捕されたことで分かったのが、この、えっ、ー、と、補正アントニオ・イバラなんですが、ベネズエラ最悪のギャングっていうことで何度か紹介しました、アラグア州の列車の構成員だっていうことが分かったんですね。さらに言うと、この兄弟のもう片っぽの方も、えー、アラグア州の列車の構成員であり、さらに偽造 ID でどうやらアメリカに滞在してるっていうことも分かったっていう、もう本当にね、どうしようもない、なんでしょう、もう超危険なゴミクズ人間たちが、 結局そのバイデンの国境解放政策のせいで入ってきちゃってるんですよね。で、あとここでね、一つ問題が浮き彫りになったのが、あれんあの、家族で不法入国してきた場合って、これ対応かなり緩くなるんですね。で、これをギャングが今悪用してるっていうのもこれからわかるので、まあ、相当今のバイデン政権のやり口で、やばい人大量に入ってきてると思います。はい。まあ、あの、過去の動画でも何度かお話ししましたが、またこのギャング集団のアメリカ国内の暴走ぶりっていうのはまた別の動画で紹介しようと思います。はい。 でえ、バイデン名前呼べって言われて、このバッチを手に取って、で、えー、そこで名前言うんですが、えっ、ー、と、レイクン・ライリーじゃなくて、リンカーン・ライリー、リンカーン・ライリーっていう風に、リンカーン、リンカーン言ってるんですよ。これ前のところで確かになんかリンカーンの話、一番最初かな、一番最初の冒頭でリンカーンの名前出してるっていうところもあんのかもしれませんが、まあ、失礼ですよね、これはね。 で、えっ、ー、と、しかもこのバッチ、これ何かって言ったら、その、グリンギンがですね、あの、バイデンがこの喋る前に、バッチをブって渡して、あの、オラを持ってけみたいな感じで持たせたやつ。で、そこにちゃんと名前ついてんですよ。えー、エレイクン・ライリーっていう風にちゃんと名前載ってんのに、えっ、ー、と、それを間違えるっていう、まあ、めちゃくちゃ失礼なことやったんですね。で、あのー、ライリーさんの遺族なんですが、実はこの一般教書演説に招待されてました。 ただまあ、参加拒否してたんですが、これ正解ですね。多分、いたら、あの、怒り狂って暴走してたと思います。はい。で、えっ、ー、と、ライリーさんの遺族のお母さんはですね、あの、まあ、その後コメント出してまして、名前ぐらいちゃんと覚えとけよと。で、救いようがね、野郎だな、みたいな感じでも、本当に怒りの声明出していまして、はい。まあ、あの、このね、バイデンってそのね、あの、ジョージ・フロイドっていう黒人の、あの、薬中、えー、薬物密売業者がね、あの、なんか、よくわかんないけど、オーバードーズでね、あの、亡くなったら、 え、警察官にやられたんだっつって、ギャーギャー叫んで BLM だって言って、国葬みたいなことまでやって、なんか膝ついてみんなでギャーギャーやってたじゃないですか。っていうことをやってんのに、不法移民に命を奪われたこちらのね、若い女性に関してはもう名前すら呼ばないっていうね。はい、もう本当にめちゃくちゃなことが出てきてたんですが、さらにひどかったのが、えっと、このバイデンがね、このプロンプターの台本になかったコメントで、何も罪もない女性だったが、イリーガル、不法移民に殺されてしまったっていう発言をしたんですが、 その演説が終わった後 CNN に出演していたペロシが最初に言ったのがあのイリーガルではなくてアンドキュメンテッドって呼ぶべきだったっていうもう本当にどうでもいいところ言ってたんですねそこじゃなくて名前間違えるな失礼だろって言えよって話なんですが本当にもう何もか今これポリコレってやつですよねはいあの言葉をなんか柔らかいくっていうかなんか周り黒い言い方することによって不法移民を正当化してるんですがも本当何もかも政治的な動画にしか見えていない まあ、権力モンスターぶりですよね。それを露呈してたなっていうふうに思いました。はい。で、さらにひどいのがですね、今日調べてびっくりしたんですが、一部メディア、えっ、ー、と、少なくとも、えっ、ー、と、ヒルとタイム誌と、あと US ニュースっていう3つに関しては、このバイデンが、 言い間違いをして、していないことにしてます。ちゃんとレイクン・ライリーっていうふうに呼んだっていうことにして、報じてるっていう、もうこれ、もうねじ曲げるとかのレベルじゃねえだろっていうふうに思ったんですが、相当ひどいやり方をしているところもありましたが、はい。あとはこのバイデンに対して怒り爆発させたのがこちらの男性。この人はあの、2021年8月にあの、アフガニスタン配送した時に自爆テロあったじゃないですか。 あの時に巻き込まれて亡くなった海兵隊員の父親さんなんですね。はい。で、議事堂の中でそのアビーゲートっていうそのテロが起きたところのね、あの場所の名前を叫んだところ、あの、まあ、逮捕されてしまったということで、まあ、この辺もまたバイデンらしさっていうのが溢れてるなって思いました。はい。なのこの演説が終わった後ですね、CNN のジェイク・タッパーっていう看板、えー、看板、なんていうの、看板アンカーさんがですね、言っていたのが、あの、これほどまでに、 政治的敵対者のことばかりを言う一般教書演説は初めてだっていうふうにコメントして、で、別のコメンテーターは、え、彼は国民の状態より自分の性的に執着していた。この男は団結について説教しておきながら、最も党派的な大会演説をしたっていうふうに、まあ、かなり酷評されていましたね。 っていうぐらい、ひどい内容の演説だったのが、昨日の一般教書演説。あれをね、あの現場でちゃんとフルで聞けてる、共和党議員さんってすげえなって僕は思ったんですが、はい。まあ、ひとまずそんな一日でした。はい。 で、最後に、あの、ま、ちょっと、肩の力をね、緩めて終わりにしたいと思うんですが、あの、演説前にですね、議事堂周辺ってフェンスでまた囲まれてたんですよ。あの、例のね、あの、トランプサポーターによって議事堂が襲撃されるかもしれないんだ、みたいな、あの、妄想に基づいてると思うんですが、あの、これに対しての、バビロン B っていう、あの、風刺ニュースを出すところね、あそこが言ってるのが、 あれ、なぜかって言ったら、大統領が演説中に徘徊して、どっかに行かないようにするためだっていうことでね。はい。なんか、泣きにしてもあらずだなっていうふうに思ったんですが、相変わらずバビロン B はね、鋭いなっていうふうに思いましたね。はい。ということで、えー、終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後はね、今日の朝戦っていたジャガ君とデブちゃんでお別れをしたいと思います。はい。ね、デブちゃん本当にジャガ君をぶん殴ることは基本せずにですね、あの、向かってくるのをただただやめろやめろみたいな感じ、押し返すだけにするっていうね、本当にいいお兄ちゃんをしてくれております。はい。 ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。